甲州山は日本の中央部、石川県の能登半島北部にある山で奥能登の最高峰である。山頂は輪島市にあり、標高567メートル。輪島市の市街地や海岸線からもよく見える山である。山頂には航空自衛隊のレーダーサイトがあるためすぐにそれとわかる。古くは竹山とも呼ばれ信仰の山にもなっており、山腹には 甲島神社が山頂には甲島神社の奥の宮が鎮座している。地元の学校では遠足で登るなどしており、市民に親しまれた山となっている。山頂には能登では貴重な船林が広がっているが、南側は一部開けており、近くにこれより標高の高い山は存在しないことも相まって帳簿が大変素晴らしい。能登空港、能登島。 と山湾を挟んでの縦山連峰や、後ろ縦山連峰、さらに条件さえ良ければ遠く新潟やけ山やかがの白山まで見渡すことができる。輪島市大野町のくぐいす小学校前より登るのが一般的である。舗装された道路を徒歩で2時間も行けば山頂である。山腹を巻き、尾根に出ると輪島市街地や日本海が眼下に広がり、七津島やラ島などを見ながらの登山となる。 奥の宮の鳥居をくぐり、階段を登れば山頂である。5月には山開きが、秋には甲州山に登るイベントが実施されているので、この機会に登る人が多い。山頂には航空自衛隊のレーダーサイトが存在する。山頂の一角と防衛道路は立ち入り禁止である。8号目付近より、ありがとうございます。